さんこんばんちは、主役の小町だぞ。というわけでかなり久しぶりの挨拶ですね。最近動画投稿できてなくてごめんなさい。多分2ヶ月近く放置しちゃいましたよね。という感じで推薦者バトルの編集も完了したので、ここで動画を1本作成しようと思い、再びパソコンを開き編集と向き合っています。はい、というわけで久しぶりに新しい動画を見てくれている皆さんに、突然ですがここでクイズを出したいと思います。今画面にいる車両たちの共通点は何でしょう？ということで正解は、モーター改造車である、でした。いや、こんなん作者以外に誰がわかるんだよと思いますよね。これ正解した方はすごいと思います。ということで、なんでわざわざモーターを交換している車両たち限定でバトってるのかというと、Twitter をやってる方ならわかるかもしれませんが、実はウプ主が最近こんなのを買ってきまして。はい、タミヤ製のモーターですね。左からスプリントダッシュ、トルクチューン2、パワーダッシュ、ハイパーダッシュ3の、計4個のモーターですね。ということで今回はこの4つのモーターのうち、どれか1つを選んで、モーター改造をしようと思います。てかこれ普通にタイトル書いてあるからみんなわかってたんじゃ。あれ、いつの間にかバトル終わっちゃってる。というわけでまずはモーター選択から、始めていきたいと思います。というわけでモーター選択はルーレットを使っていくぞ。まずは適当に4つのモーターを書いていきます。なんかスマホの画面だとちょっとゲーム実況やってる気分になりますね。はい、ということで全モーター書けましたね。それではセットして、ルーレットを回していきましょう。おっと、モーターはハイパーダッシュ3モーターに決定ですね。というわけで続いてはどの車両を交換させようかですね。今現在このチャンネルには79両の車両たちがいるのですが、そこから私が選ぶとなるとめちゃめちゃ迷っちゃうので、ちょっと自分の過去の動画などを見てみて、どの車両をモーター改造してほしいのか、少し調べてみます。というわけで今とある動画のコメント欄に移動しているぞ。固定されているコメントを見たらどこの動画なのかわかっちゃいますが、おっと、そんなことを話していたら早速リクエスト発見したぞ。まずは候補に江ノ電が入りそうかな？多分300型の方で合っていますでしょう。ということでモーター改造候補にまずは江ノ電が加わりましたね。こんな感じでどんどん候補者を決めていきたいと思います。というわけで6両集まったのでここで終了しようと思います。もしかしたら他にも希望してる車両がいたかもしれません。もしありましたらごめんなさい。さて、とりあえず6両のモーター交換する候補車が出ましたね。この6両もどの車両を交換するのかはルーレットで決めていきたいと思います。さて、早速ルーレットに移動できました。まあこんな感じで大丈夫でしょう。おっと、そんなことを話していたらスタートしたぞ。撮影中に通知ということでルーレットの結果、モーター交換者は輝きさんに決定ですね。それでは早速モーター交換の方へと移っていきたいと思います。はい、というわけで E7 系新幹線輝きのモーター改造始めていきたいと思うぞ。
字幕実況失礼しました。ということで輝きのモーター改造が完了したぞ。ではモーター改造を終えた輝きさんを早速走らせてみようと思います。ということでモーター改造した輝きさんにはまずタイムアタックに挑戦してもらうぞ。隣にいるスーパースカリ 300X もハイパーダッシュ3モーターなのでこの2両と比べるのが楽しみですね。さあトップバッターは 300X だぞ。モーター改造車では比較的おとなしく、でもおとなしすぎてつまんないとも言われてしまっている 300X ですが、果たして2度目のタイムアタックは何秒を記録できるのでしょうか。あれちょっと記録上がりました。前回が9秒11だったのでちょっとだけ記録が上がったぞ。では続いて 300X の先輩スーパースカリの挑戦。さあ前回ではかなり調子が悪くて12秒21というめちゃくちゃボロボロの結果になってしまいましたが、今回はどうでしょうか。あっとかなり回復してきたか。今回は8秒を記録したぞ。これでまた 300X と張り合いますね。さあ今回のメイン車両、モーター改造をして初めて電源を入れたI7系輝きの挑戦です。さあ安定感のあるスタートを切ったぞ。なんか安定感がありすぎるからか、なんか思ってたより遅く見えるぞ。おっと記録は8秒36。スーパースカリには劣るものの 36X の記録は超えることができたぞ。お疲れ様でした。ということで今回はいかがでしたか。なんか新品のハイパーダッシュ3モーターを初めてつけた時はかなりの速度が出ると思っていましたが、今回はそうでもなかったですね。でもモーター改造車が増えてくれて嬉しかった気持ちは変わりないので、輝きさんにはこれからはモーター改造車としての活躍に期待しましょう。それではモーター改造の動画なのにこんなに長い動画になってしまいましたが、ここまでご視聴してくださった皆様ありがとうございます。ではこれにてプラレールをただモーター改造させただけの動画を終了したいと思います。まだ3つモーターがありますので、また機会を作れましたら再びこんな感じの動画を作成しようと思います。それでは改めまして皆様ご視聴ありがとうございました。